皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回はボンド名古屋でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのはいつもの飯村店長でございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がこちら。はい、まだネタがありますか？はい、はい、あります。そして今回は本当前回ご紹介させていただいた水色のマヌファクトゥーアも、はい、なかなかのこうシンプルさでしたけども、うん、これちょっと究極かなって、これぞだね、はい、うん、思いました、うん、そしてまたこうすごいとこ攻めてきたなと思います。はい、はい、ちょっとそれは順番にご紹介させていただきたいと思います。はい、でちょっとあのこうツートンやっぱりかっこよくないですか？ツートンかっこいいよね、うん、なんかでもさ、これも昔はさやってたわけじゃん、わざと後塗りでさ、ね、黒いボディでバンパーとオーバーフェンダーだけマットブラックにしたりとか、まあ、白いボディでこういう風に黒くしたりとかやってたわけじゃん僕らが。要約するとあのメルセデスなんてことをしてるつまりそういうことですよね。そう、はい、なんでまあいいんですけどね、まあ、でもちょっとその何て言うんですか、カスタマイズでやってたものが純正採用されるっていうのは、うん、ちょっとこう仕事がなくなっちゃう反面、うん、やっぱりそのかっこいいっていうところが同じ方向向いてたんだなっていう。そうだね、そう、僕は少し嬉しさもあります。ある意味メルセデスの柔軟性という部分もそういうものを取り入れよう、新しいものをどんどん取り入れようみたいな、こうアフターマーケットでこういうことやってるやつがいてこういうのかっこよくないみたいなのを取り入れてるっていうのはメーカーとしてはすごくいい傾向。エンブレムなんかまさにそうですよ ね、はい、ちょっと前だったら考えられないですよね。考えられない、なんてことしてくれてんだっていうところだったじゃないですか。逆にね、はい、うん、そこはしっかり、はい、だからこれってあのマヌファクじゃなくて、うん、あの普通のなんていうんですか、もう単色のボディの人でも、うん、ちょっとこう塗るっていうのは割といいんじゃないかなって。そうだね、だからそういう意味でも、うん、そのハードルは下がったかなって、うん、なんかその今までだったら例えばね、その黒いボディとかでエンブレムとか塗って黒くしててってやるとなんかうわ改造車みたいな雰囲気あったけど、え純正ですけどみたいな、確かにっていうねのがあるので、ボディ塗らないでイメチェンできるじゃないですか、うん、まあ、もちろんルーフとか塗ればボディになっちゃうんですけど、うん、ゲレンデって基本的についてるパーツのペイントでツートンにできるじゃないですか、うん、割とこう単色で飽きてきた人なんかはツートンなんかそう、ね、後からしてもかっこいいんじゃないかなと、うん、はい、で今回の場合はもう、はい、純正でこのパンダカラーに、はいはい、まあ、ちょっとこの可愛さもありつつ、はいはい、でちょっと紹介ちょっと遅れちゃいましたけども、こちらのオーナー様が、うん、なんと以前お宅訪問させていただいた、あそうです、はいはい、オーナー様のお車ですね、はい、ちょうどその動画にも映ってて、はい、お家の前にあの止まってた車、あの時ノーマルだもんね、はいはい、が今回こうなったと、はいはい、なんでちょっとその動画まだ見てないよって方はぜひ見ていただけると、はい、まあ、よりこうオーナー様のキャラクターと今回ご紹介させていただく車がつながって、うんうん、あなるほどねっていう、うん、多分なるんじゃないかと思います。ぜひ見てみてください、はい、そして今回もう究極シンプルってことなんで、はい、もうリップがついたりとかないです、何にもしない、はいはい、もうメインは、はい、まあ、結構飯村さん作る車は大体メインはこれですけど大体メインはそうね、はい、やってまいりました、はい、はい、やってまいりました、スティールメイド、はい、これ動画でご紹介させていただくのが2回目です。2回目です、はいはい、1回目はちょっと強引に動画に、そうだね、そうだね、リモートカスタム紹介になりましたけども、はい、今回ようやく生で、はいはい、僕が見ながらご紹介させていただく機会が来たと、はい、これはもうすごくないですか？すごそうね、なんそうね、ちょっと意味がわからない方が多分結構いらっしゃったと思うんですけど、はいはい、あのまあ、スティールメイドっていうホイールなんですけども、はい、もうどっからどう見ても鉄チンなんですけど、はい、これが単造ホイールなんですか？そうです、アメリカ製単造ホイールです、はい、お鉄チン風デザインっていう、はい、なんかもう一周回っちゃってるなっていう。そうだね、言ったらもう最近トゲトゲしたホイールとか、うん、もう最近何回も言ってますけど、うん、コンケーブしたのとかがトレンドの中、うん、もう真逆をいくやつ、はいはい、フラットすぎるディスクだね。いや本当ですよね。だって言ったらですよ、本来だったらカスタマイズのもう一番対極にあるホイールじゃないですか、はい、それを一番高級な素材を使って、はい、でその高級な素材生かせるようにみんなそのストーンフィニッシュ、はい、ポリッシュするわけじゃないですか、はい、それをこのベタ塗りの土手板のシルバーで仕上げるっていうのは、はいはい、これはある種こう普通の人の感覚じゃできないなっていう。そうだね、うん、すごい贅沢なんですよね。すごい贅沢、確かに。
だから以前ご紹介させていただいたそのドラマジンベージュのお客様もそうですし、ちょっともうこのお客様、こちらのお客様だと、もうお家ご紹介させていただいた通り、もう一周回っちゃってる感じじゃないですか。だからもうそういう人にもうちょっとバシッてハマるなっていう。そうだね。でも意外と人気が出てきてまして、これ我ながらの我ながら、あ、まあまあスティールメイドっていうものを、ホイール自体が、まあ、実際アメリカにブランドがあります。で、日本のマーケットに関しては基本うちの会社で販売してくださいっていうことを、まあ、アメリカの方から言われてます。まあ、うちの会社って言っても僕に飯村監修っていうのが、はい、まあ、あって、で今まで、ディフェンダーにね、デモカーのディフェンダーにつけて、あの芸文社さんの SUV ムックモの表紙にしてもらったりとか、まあ、ちょっと新しいの出ちゃったけど現行のレンジローバーその時ね、まあ今スティールメイドつけたりとか、結構いろいろ出させてもらっていて、もちろんトラバンチベージュのやつもすごい反響あったし、で今回、まあ、このオーナーさんなんで多分普通に言ったら黒持ってくるかなというとこなんですけども、あえてのグロスシルバーよりだから鉄沈感がすごい。より鉄沈感。だからパッと見鉄沈ですよ。知らない人は、ね、でかい鉄沈ですよ。でかい鉄沈だよね。はい、本当に。でマヌファクトゥーはせっかくあの黒いフィンのホイール履いてるのに鉄沈ってみんな思うと思うんですよ。でこれ僕はあのちょっと強引に話を差し込んで恐縮なんですけど、はい、最近あの色彩の勉強してるんですよ。はい。まあ、それまたちょっと後話しますけど。はいはい、聞いてます。それであのボロルックっていうのがちょっとその、うん、なんですか。参考書に出てくるんですよ。飯村さんボロルックって知ってますか？知らない。1980年代全般に、うん、今 の, そのコムデギャラソンとか、うん、ワイズとかが、うん、そのパリ の, その、うん、ファッションショーに、うん、ボロボロの服を、うん、これおしゃれでしょって言って出したんですよ。へ、でその当時そのファッションって言ったら着飾るものだから、うんうんうん、ボロボロなんて言ったら、うん、もう対極なわけですよ。うんうん、で言ったらカスタマイズで言ったら鉄沈なんて対極なんですよ。ね、でその当時も出た時もものすごい衝撃が走って、へ、まあ、僕も参考書なんだんで、うん、その当時のリアルタイムなのを知ってるわけじゃないですけど、うんうん、やっぱり賛否両論すごい分かれたらしいんですよ。ただその後ブワーって流行って、うんうんうん、もう今やちょっとその伝説的な出来事になって、ね、うん、ダメージっていうことでしょ。そう、要はね、そうだからダメージの走りっすよね。ちょっと同じなんかこう流れというか雰囲気を、ちょっともう純正のすごくこう着飾ったので満足できない人がもう真逆に行く、うん、そうだね。だからそのなんかそのかつ自由度があるじゃない、うん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 、このデザインなんだけど、まあもちろんプログラミングし直さなきゃなんないけど、22インチ作ってくれって言われれば、まあ作れないわけはないわけではない。から22インチの鉄沈、それまた異次元ですね。そういう部分ではすごくこうなんだろう、自由が発展するというか、もう可能性をものすごい秘めてるデザインだなと思う。だから単純にこれ鉄沈でこれ履かしたんじゃこうならないんですよ。ならないの。だから高級な素材の単造ホイールとか、その鉄沈じゃありえないサイズでやるからやっぱりこの雰囲気が出るんだ、うん、そう。で今までなんかこれ鉄沈まあ、ぽいなみたいな、はい、鉄沈寄せてんじゃねえかなみたいなホイールは何社か多分あったし、はいはい、あのそれこそフースクロス6なんかね、作った時も、まあ、あれは 6x6 に履いてるビードロックのホイールをちょっと真似てというか、ね、オマージュって作ったけど、まあ、それ以外にもこうちょっと鉄沈に近いものはあったんだけど、こんだけ鉄沈はなかったでしょ。思いっきり鉄沈です。思いっきり鉄沈です。この穴とか、はい、この辺の形状とか、はい、そしてこれ純正キャップですか。純正キャップです。はい、はい、ちょっとレトロなやつが、そう、461のプロフェッショナル純正16インチについてるちょっと出っ張ったセンターキャップ、これが付けられるようになってます。はい、はい、なってます。でこれ今回付けてますけど、うん、実はこれ履いてる車他にも見たことがあって、うん、付いてないなんかも割とこう、そうだから逆につけないっていうスタイルもまあまあ僕の中ではありかなと。両方いいのかな。うん、セーターキャップついてなくても格好つくホイール、なんてこんなホイールが装着されてる、はい、だからちゃんとエアセンサー移植されてます。、はい、しっかり移植されてると、はい、そしてタイヤのサイズ的にははい275520ですね。はい、もう20インチの鉄沈って言ったらもうそれだけ様子がおかしいんですけど、
そうなの、はい、本当はこれ一番最初に G350D をにスティールメイドをつけたいって言われたお客様がいて、でその時に本当は18いけんじゃねみたいな話で、いろいろ採寸したりしたんだけど、このホイール2ピースなんでインナーリムがちょっと、そうインナーリムがねちょっと分厚くて、あの18インチは入らない、キャリパーが当たっちゃってということで、20インチになります。でも逆に20インチで正解な気がします。なんかかな、はい、まあありえないからね、そうですね、このデザインありえないとこにした方が、そうだね、やっぱりちょっとこの違和感が感じられる、うん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 、でちょっとこの鉄地に合うゴツゴツの、はいはい、はい、今回 BF グッドリッチの、これはサイズアップはしてるんですか。してます。あ、してるんですか。はい、ちょっとだけ。なるほど、はい、で結構何回も動画でも言ってますけれども、うん、サイズアップ難しいんですよね。そう、すぐね、当たるんで、でゲレンデも G63 はライナーがこうフェルトみたいな形だけど、400とか350とかはプラスチックのライナーなん で、 でここに当たるんですよ、ね、そう、当たるとねものすごい音が出ちゃう、バラ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 。そうで仙台だと結構大きいサイズまでいけましたけど、仙台はライナーがなかったからね。ああなるほど、うん、そもそも現行だとちょっと、うん、でそれ加工しようがないんですよね。これは加工しようがない、インタクーラーがいるので。そうですよね、うん、コアカーなんか出てきちゃうんですよね。なんでちょっとこの絶妙なタイヤチョイスと車高で成り立ってる、はい、で車高今回これノーマルなんですよね。ノーマルです、はい、ただ外径が上がってるんで実寸はちょっと上がってる。なるほど、はい、もう絶妙な足元になってる、はい、でもう本当に今回はこれだけと言ってもちょっと言い過ぎでない、はいはい、本当に足元にもう集約したカスタマイズ、はい、で細かいところ見ていくと、うん、窓ガラスがもう超えてますね。変えてない車ないですか、今田さん紹介するので。やっぱりクリアガラス、はいはい、これこのクリアガラス入れるのももちろんかっこいいしすごいんですけど、うん、これを素直にこう、あ、いいじゃんってこう乗っかるお客、乗っかっていただけるお客様いることがすごいです、やっぱり。そうね、ありがたいですよ、うん、本当に。まあもうとりあえず車納車されたらガラス交換から始まる。はい、だってもう丸見えです。はい、はい、でやっぱりこう内装が華やかな車なんですね。そうだね、うんうん、だこれセットはもうすごくかっこいいなっていう、うん、思いました、はい、そして超人気商品電動サイドステップ、電動ステップ、はい、はい、ついてます。この辺なんかもしっかりついてると。はい、これがもう各支店でもめちゃめちゃ購入をいただいてる、めちゃくちゃ売れてるよね、はい、本当。まあ、ちょっとこの辺は、まあ、便利に使いたい方は非常におすすめですし、はい、はい、まあ利便性もかなり上がるので、うん、はい、非常におすすめなパーツでございます、はい、でリアもこれサイズはどうなるんですか。サイズは一緒でオフセット違いです。あ、なるほど、はい、なんで、まあ、こういうタイヤだしね、あんまり前後で違うサイズを履くっていうのもないので。でも投資じゃないんですよね。タイヤは投資、ホイール、うん、オフセット違い。で純正のホイールは前後オフセットも投資ですよね。オフセットも投資ですよね、うん、はい、それをちゃんとリアはリアで、はい、だからローテーションできない仕様ですよね。そうですね、はい、ただ出面はもう全部バチバチになってる、はいはい、ちゃんと出てます、はいはい、でもう本当はあとは後ろ回っていっても何も触っていないという、はい、なんで今回そうすごくシンプルに、なんかそのこのボディカラーだからよりクラシック感が強調されるよね。それこそ昔のさ460でオーバーフェンダーがないゲレンデなんかもうこういう、まあもちろんこれパール入ってるけど白いボディにシルバーの鉄地っていうようなのがすごくこうイメージできてるんで、それに近い感じになったかな。確かにすごくクラシック感あるんですよね、うんうん、細かいとこ言うとドル受けも外してあります、はいはい、これもなんかよりこうちょっとこうクラシックな感じ。やっぱねここからタイヤが見える、ここが重要なここの見えるところ、そこそこ、はいはい、そこがどれだけタイヤが見えるか。なんていうんですかね、チープではないんですけど、うん、なんかちょっと道具として使ってる車っていう感じが確かにここが見えるだけでだいぶ違ってくるんで、うん、まあ、本当にそういうちょっとしたさじ加減でも、うん、はい、触ってみるのがいいんじゃないかな。雰囲気がねだいぶ変わってくると思います、はい。やっぱりあのうちに住まわれてるオーナー様ですからやっぱり普通じゃなかったですね。そうね、はい、だまあ、あの雰囲気とオーナーさんの雰囲気と、まあ、まあご自宅ああいうところでこの車がっていうのは
やっぱりこうトータルでいいかな、バランスがすごくこうストリート感を感じます。そうだね、日常使いというか、さらっと使ってもらえれば、もうなんかコテコテにしてどうだっていう感じじゃなくて、本当に涼しい顔をして乗って、これどうなってんですかってこう知ってる人だけ気づくみたい。めちゃくちゃマニアックな仕上がりなんですけど、そうだね、結構いいじゃんって言ってくれる方も、見てる方でいらっしゃると思いますので、ぜひそういう方はボンド名古屋インフラ店長にご相談いただけると、いろんなご提案ができるんじゃないかなと思います、というわけでボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。